まして、スターダストレビューでございます。ありがとうございます。ということで、今回のねツアーは昨年の2月から始まりまして、こうやって70公演以上ですね回られて本当に幸せでございます。その中でですね、ツアー始まってすぐに、東日本大震災がありました。おそらく、まあ、僕らに限らずですけども、歌い手だけじゃなくて物を作る人たちは一体何のために作っていくんだろう、自分が物を、曲をあるいは絵を何のために描いているんだろうというそんな思いをですね改めて、問いただしたんだと思うんです。僕らもそうでした。一月ぐらいはですね何のために歌っていくか分からなくてですね、それでも、僕らの音楽を必要としてくれる人がいる、そして、悲しんでる人たちのために何かできることがあるんじゃないかと、そう思ってツアーを回り始めました。この30周年の中で僕らが一番伝えたかったことというのはですね、自分たちがですねなんかこう、決して特別な存在だとは思わないけれども、一緒にいられることで、思いもよらぬですね大きな力が生まれてくるんだ、そんな僕は音楽に、そんな思いを託してたりするんですけども、それでもですね今回は30周年ということで特別なことをやろうということで、つけたタイトルがねツアーのタイトルが30年30曲リクエスト付き。普通だったら、21、2曲でね終わってしまうツアーをですね30曲やろうということでですね、ツアー回ってきました。ただここには大きな問題がありましたね。通常の僕らのライブは21、2曲で3時間かかっています。私は指摘されました。まず無駄なものを省いていきましょうということでね、その無駄なものの一番目に、私のこの MC が挙げられました。私に与えられた時間は3分間です。3分を過ぎるとこのようにですね、警告ランプがついてします。そこでですね私はですね少し早くして喋ることになりました。まあと言いながらも私の場合はですね上唇と下唇がベタ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 ただ上下してるだけなんですけど、とりあえず皆さんにですね早口でいつもより早口でお届けするんでですねよく聞いていただいて、よくわかんないけど時々クスッと笑っちゃった、そんな感じでいいかなと思う。そしてもう一つはですね、曲のテンポを少し上げていこうということになりました。皆さんが楽しみにしているあのゆったりとしたバラードがですねやけにノリのいいバラードになる可能性もあるということでね、そんなこんなも含めて、30年楽しんでいただきたいと思いますが、30年を5年ごとに分けて皆さんにですねご紹介させていただきたいと思います。まずはデビューした1981年、これ5年間を皆さんに、見せしたいと思います。リリースされたアルバムはこちらドン。左側がスターダストレビューデビューアルバム、そして、右側が今宵はメタンボーイセカンドアルバムですね。そしてドン。84年にトゥーユー、そして85年にサンキュー。お気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、メンバーの顔写真は1枚も出ておりません。それはなぜかというとですね、スターダストレビューデビューの頃から高い音楽性と低いルックスというですね、そんな言葉があったんですね。そりゃそうですよ、こいつがリードボーカルですからね、親も先を思い言われたんでしょうね。そこでメンバーがじゃあこれスタッフがですね、スタッフが苦労して作った写真があります。デビューして最初に撮った写真がこちらドン。スターダストレビューリードボーカル根本かなめを真ん中にひっそりと置いて、イケメンベーシスト柿沼清をあたかもボーカリストであるごとく前面に押し出して撮った写真がこれでございます。まあ、簡単にバレちゃったみたいですけどね。ちなみにですねこの写真を撮ってくださった方は非常にご高名な方でございます。僕らのですね最初のステージコンセプトとかを作ってくださったんですけど、どちら様でしたっけ。今はですね直木賞作家でもありますけども伊集院静香さん。伊集院静香さんです。伊集院静香さんはですね当時、からあのユーミンさんをはじめとしていろんな方のステージプロデュースというなさってたらしいんですけど、そんな伊集院さんがスターダストレビューもやってみようというところで作ってくださったのがこの写真なんですけども失敗でしたね。そしてご覧いただくと分かるんですけども、イリュージョン、不思議なことが隠されております。全員が同じサイズの帽子をかぶってるはずなんですけど、なぜかパーカッションの林さんやけに小さい帽子かぶってますね。いや、これはいや、この頃今と違って髪の毛ふさふさしてます。いや、髪の毛のせいじゃないんじゃないですか。ね、さあということで、そんな1981年から85年、デビュー当時の曲ね、デビューして5年間の曲を皆さんにお届けしたいと思いますが、まずは83年ですね。そうですね、83年の、はい、曲でございますけど、トワイライトアベニューという曲でございますね。ありがとうございます。そして続きまして85年、1985年の曲サンキューのアルバムの中から、思い出に変わるまでという曲でございますね。
そして1984年にね、それまで全く無名だったスターダストレビューがこの曲が CM ソングに使っていただけたおかげで一応全国に名前を知っていただくことができました。この曲にスターダストレビューは足を向けて眠れないという話がありますけども、この曲がどこに住んでるか分かんないから足の向けようもないというね、夢伝説という曲でございますね。ありがとうございますというところで、それとね、一応今日こうやって年代ごとに曲をピックアップしていくんでですね、意外と曲調がこうバラバラなのね。で皆さんも立ったり座ったりすごく忙しいと思うんですよ。で立ったはいいけど、あ、この曲知らねえやっ てですね、大立ちになっちゃってることもあると思うんでですね、まあ非常にぶしつけではございますが、私たちなりにですね客席の雰囲気をご提案させていただくというのが今回のツアーになっておりましてですね、ありがとうございます。そこでまずこのファーストブロック、最初のブロックはですね、お座りになって聴いていただいた方がいいかなと思うんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。まあ、どうしても立ちたいという方ね、俺はもう立って曲を聴くのが好きなんだという方は無理にとは言いませんけども、迷惑なだけです、ね。会場のみんながあなたの後頭部を見ながら聴くことになりますんでですね、ということでお座りになっていただいた方がいいかなという気がします。さあ、というところでまずはデビューから5年目の作品、5年までの作品ということで、1983年の新曲トワイライトアベニューからごゆっくりどうぞ。